はい。皆さん、こんにちは。ワネリグルビジです。では、今回は、提督の決断法パープキット。沖縄戦の試行錯誤2回目をやっていきたいと思います。ちょっとリプレイ再生で、後から実況をつける形に今回はさせていただいてますので、その点だけご了承をお願いいたします。で、艦隊の方はですね、前回と同じく第一艦隊。まあ、これはヤマトが入っているので、絶対出撃させなきゃいけない第一艦隊と、前回と同じ第四艦隊、第五艦隊の両機動部隊を投入しています。では、早速時間を進めていきましょう。前回と同じようにですね、ヤマトをまず、マップの左上に待機させてます。で、同じくですね、空母も艦隊から、一旦離脱させて、空母だけをまとめてですね、待機させているという状況で、夜間の間は、空母は待機。アメリカ軍の方はすでに夜間のね、航空機持ってるんですけども、この時点で日本軍はまだ夜間に飛ばせる航空機、空母に搭載されていないので、夜の間は空母は洋上待機ということになります。で、艦隊の方はですね、第1、第4、第5、すべて南下させています。退避させた艦隊、ヤマト、空母以外は退避ですね。で、このタイミングで雨が降ってきて、ちょうどね、敵の艦隊と遭遇するっていう、なかなかいいタイミングで、敵との遭遇戦に入ってます。で、今、画面上、マップの上から降りてきているのが第1艦隊で、矢作、恵順、以下駆逐艦からなる艦隊なんですが、これがね、いきなり敵艦隊に接近することができているので、水雷戦、魚雷をガンガン撃ち込むという戦いを展開しています。とにかく敵の空母を狙ってですね、魚雷を発射しているという状態です。まあ、空母以外はもう後でもいいので、とにかく空母、特に甲板を先に大破させていきたいということで、ひたすら空母狙いで戦ってます。で、このタイミングでですね、第3艦隊も近づいてきてますね。画面の右側から第3艦隊が入ってきているので、第1艦隊と第3艦隊が交戦中という状態になってます。で、当然、味方の損害も出るんですけども、敵の SX 級の正規空母を撃沈したりとか、まあ、それなりに成果は出てます。まあ、ただ味方の、ね、損害も大きくてというところで、苦戦をしているんですけども、まだ空母に、まあ、損害が出ていないということと、第2艦隊もね、まだ、戦闘中域に到達していないので、まあ、無傷という状態ですね。ご覧のように結構ね、敵の空母にダメージを与えてます。例えばこのワスプ、あとは軽空母のインディペンデンスとかにもね、中破クラスのダメージを与えてます。ただ甲板が中破だと、まだまだ敵の艦載機飛んでくるので、甲板を大破するまでしつこくですね、敵の空母を狙っていくという戦い方ですね。まあ、ただここで第1艦隊がほぼ壊滅という状態です。で、敵の航空基地まだ発見できてないので、この時点でですね、敵の航空基地に対して航空隊を発艦できないでいるっていう状態です。これがちょっと誤算でしたね。で、味方の第3艦隊が壊滅に近い状態なんですけども、なお敵の空母を狙っているという状態です。で、画面見ていただいて分かる通り、敵の空母にかなりダメージを与えているので、で、かなり期待を持って、ここで艦載機、味方の空母から攻撃隊が出ているという状態ですね。ただ敵のやっぱり艦載機、あるいは空軍基地から出てきている機体数が多くてですね、空戦でかなり不利、かなりの損害を出してしまってるっていう状態ですね。もうちょっと敵の空母をね、減らしておくことができれば、空戦がもうちょっとまともにできたかなと思うんですけども、この時点でも空戦を展開するには敵の艦載機、航空機が多すぎて味方の航空機が少なすぎるっていう状態です。追い回されてますからね、敵の、直縁に。今回はもう、敵の艦隊を叩いた後に、基地を叩くっていうね、
そういう段取りで行っているので、まず敵の艦隊と交戦しているという状態です。でここに来てヤマトも少しずつ南下させてます。画面の左上こちらですね。でこうやって見てみるとエンタープライズ、これ甲板大破させてます。ただインディペンデスは中波、ワスプは大破、甲板の話ですね。ホーネットもまだ中波止まりですね。ベニントンも中波止まり、ハンコックは大破、バンガーヒルですね、こちらも中波止まり。中波止まりだとまだまだ、関西機飛ばしてくるんで、これ大破まで持っていけてたらね、だいぶ変わったのかなという航空戦、空戦の展開です。この時点で味方の方空母は健在なんですけども、もう艦載機がもうほとんど残ってないっていうね、ひどい状態ですね。もう本当に敵の空母にここまで、惜しいところまでダメージを与えていて、もう一発ずつでもね、攻撃を当ててれば、敵の空母、甲板大破になっていたかなと思うんですけど、そこだけちょっと残念でしたね。このホーネットところをね、もう一発、甲板に当ててれば、あるいは、勝利、敵の空母を潰せたかなと思うんですけど、そこだけ本当に残念です。で、敵のですね、戦艦が空母の追跡に当たってきてしまっているので、空母はこれからちょっと一旦逃げに入ります。時間の進みはここから早くしていきます。で夜間の間もね、敵の追跡を受けているという状態ですね。でちょっと今雨降ってるんですけど、この雨が思いのほか長くてですね、この間にヤマトを基地に突撃させてればよかったかなっていうね、まあこれはもう本当に後出しじゃんけんというか、まあ後になってみないとわからないことなんですけど、これ明け方までずっと雨降ったままでした。なのでこの状態で、敵の基地に突撃してれば一つはね、基地を潰せたんじゃないかなっていう、ちょっとそういう思いはあります。で、開けて、ちょうどね、夜開けたタイミングで、また雨が止んで、ここからね、敵の航空機にさらされるという状態が続きます。でもう一回ね、ここで雨が降ってくれるんで、ヤマトをこのタイミングで突入させてます。ただここに来てね、やっぱり敵も艦隊をしっかり送り込んできていてですね、結構苦しい感じにはなってます。ホーネットがねまだ残っちゃってるんですよね。ベニントンはもう甲板大破してるんですけど、ホーネットの方がまだ中波なんで、ホーネットの方から艦載機が飛んできますね。でここに来てヤマトは、砲弾も破壊されてしまって、もう継戦能力がなくなってしまったという状態です。というわけでかなり艦隊戦はね、いいとこまで行ったのかなとは思うんですけども、まあもう一押しあればよかったのかなっていう感じですね。敵の方は、第一艦隊から戦艦2隻、撃沈。で、ホーネット、ベニントン。これが大破ですね。ただ、ホーネットはね、先ほどお話したように、甲板が中波止まりだったんで、ホーネットから艦載機が飛んでくる。ベニントンは甲板も大破してましたね。で、軽空母、ベロウッド、あとはサンジャンシントン。この2隻は空母撃沈してます。駆逐艦も何隻か撃沈。一方、第2艦隊の方はですね、ワースプ、エンタープライズ、このあたりは、甲板も大破させてました。で、ランドルフは撃沈してます。
で、インディペンデンスもね、甲板は大破させていたかなと思います。第3艦隊の方からは、戦艦2隻、これが中波。で、SX、バンガーヒル、ハンコク、バターンとね、4空母、一応、中大破させているものの健在という状態で、敵の航空基地の破壊には至らなかったということで、本当にこの沖縄戦ね、勝つの難しいんですよね。今の戦い、もし勝てる、チャンスがあったとすれば、やっぱり雨が降ってきたタイミングで大和を、特攻させておく。これで一つ、航空基地を潰しておけばね、敵の航空戦力半減できたんで、少しは流れが変わったのかなと思うんですが、あそこの判断がね、ちょっと微妙でしたね。というわけで、ちょっとどういうふうにこの沖縄戦攻略したらいいのかっていうのは、ちょっともう一度やっぱり皆さんのアドバイスをね、しっかり分析して、作戦を組み立て直していきたいなというふうに思いますので、まあ、今回の動画、あるいは前回の動画、もしくはこれまでの動画でもいいんですけども、ご覧いただいてですね、アドバイスとかご指摘とかお気づきの点があれば、ぜひ、動画、コメント欄、もしくはチャンネルのコミュニティ欄、あるいはツイッターの方までね、お寄せいただければなというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。